それではよろしくお願いします。女子の準決勝から、軽量級の準決勝ね、中園彩乃と内藤うらら。中園選手はね、結構こうパンチバン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 、近い間合いでねバン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 打ってくる選手が苦手な感じで、それに対してすごい対策をね、稽古してましたね、この膝蹴りをもっと内側を蹴れた方がいいかな。こうサイドにね動く選手に対して膝蹴りをまっすぐ蹴っちゃうと結構こう透かされるんで、避けられるんで、それを少しね横側から蹴って相手の動きを止めたりとかねした方がいいですね。サイドに動いて、もサイドにこう動いた後に戻っちゃうと、ね、意味がないんだね。サイドに回ったらしっかりこう回りきらないと、やっぱ一歩二歩動いてまた元に戻っちゃうとね意味なくなっちゃうから、サイドに動く、まあそう一歩動くんだったら中を蹴ってね崩すとか、そういう風にしないと、相手の前打ちをもっとお互い蹴ったらいいかな。どうした、成田選手はちょっとテイクバック、パンチのテイクバックが大きいから、それにこうカウンターを合わされる可能性がね、あるから、ちょっと気をつけた方が、直した方がいいかな。回転は速いんだけどね、あと下突きをもうちょっと肘を締めて打った方が相手のボディにも入りやすい。結構肘とか多分打っちゃってるんじゃないかな、拳。蹴った後の突きがないね、蹴った後の突き、そう、今の膝蹴りの後の前打ちとか欲しいね。成田選手も、ね、パンチから蹴り、その蹴った後もう一発蹴りをね、蹴るとか、蹴りをしっかりつなげれるようにするともっといいかな。あと膝蹴りをね、接近戦で蹴れるように練習したら、もっとね組手の幅も広がると思うし、でもいい試合だねこれね、事実上の決勝戦みたいな感じかなこれ。膝蹴りを蹴る前にステップ踏んで間が空いちゃうとね、やっぱり避けられちゃいますね。続いては平木選手と赤木選手、2人ともこの試合を見るの自分初めてで、赤木選手は結構どっしり構えてるのかな。これ平木選手は膝蹴りがすごいコンパクトに蹴っててリズムいいよね。赤木選手はこれ結構ゴリゴリ系な感じで、女子結構こういう選手多いよね、やっぱりね、パンチ主体でガン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 前に来る選手。もっとこう女子の選手たちは上段膝蹴りとかね、上段前蹴りはまあみんな蹴れるんだけども、上段系の技をね、しっかりこうつなぎでいけれるようにすると組手の幅もね広がると思うんだけどね、みんなパンチばっか打っちゃっててね。平木選手は上も振れてね、上も蹴れていいですね。ただなんかちょっと技が軽そう、テンポはいいんだけども技にこう力が入っていないというか、手数だけのような感じでちょっと見えちゃうな、実際どうか分かんないけどね、本人相手からしたらすごく重いかもしれないし、これ膝蹴りいいね。赤木選手はちょっとペースをつかめないですね。
やっぱこう自分のこうペースをつかむためのコンビネーションとか技を持ってるとね、いいよね。もう完全にこれ平木選手のペースですね。これは次は女子の中量級、児玉アズとカミーラ・パーカー選手。アズの内股いいね。なんかアズパワーがね、なんかパワーだねなんだこれ技が強くなってる。パンチからの内股いいね。奥打ち、そう、奥打ち蹴って前打ち蹴ると崩れるね相手これ。で蹴った後の蹴りもね、今蹴りで終わってるから、蹴った後のパンチとか蹴りをもっとつなげれるといいね。これ結構もう足嫌がっちゃってるな相手。中段回しはもうちょっと腰入れた方がいいな。もうアピールしないで女子選手もね、女子の選手たちも男子もだけども、こうアピールしてる暇があるんだったらもうバンバン攻撃しようと。今なんか特にこう流れ的にね、アズのペースだから、そういう時にこうアピールして流れが止まっちゃうとね、もったいないから、そこはもうガンガンいい感じで今決めてる。なんか以前よりも技が重くなった感じがするな、アズ。いい感じで決勝戦に進めちゃうじゃんこれね。続いて女子の重量級、樋口あかり選手と樋口里乃選手、樋口対決ですねこれ。あかりも結構ね、いい動きするんだよね。この樋口里乃選手はやっぱね、膝蹴りからパンチ、パンチから膝蹴り、まあ、離れたらね上も蹴れるし、本当バランスいいよね。あかりの動きも結構でもいいね。サポーターちゃんと締めて、止めて。この膝蹴りの後ね、つなげれるといいね。この膝蹴りの後、あかりやもうちょっと技に力が入ってない。あと蹴る場所、当てる場所がちょっと雑だな。樋口選手の内股もいいですね。あかりもっと強く蹴らなきゃな。今のパンチからの膝蹴りはいい。つうか俺の声低すぎだなこれ。なんか声高くなる方法ねえかなこれ。みんな聞き取りづらいっしょ、滑舌も悪いしね。すいません。樋口里乃選手はこれもう完全にペース掴んでんな。パンチから膝、パンチから膝で前打ち奥打ち蹴ってね。あかりはもっとこう横に動かなきゃない。こういうタイプには横にしっかり動いて中を崩していかないと、正面で止まったらね、まともに攻撃もらっちゃうから、これじゃ勝てん。続きまして小林リオナ選手と小春の試合ね。なんか2人とも似てんなこれ。なんか遠くから見ると分かんないね、どっちがどっちか。あ、パンチ、そう、小春パンチ癖がちょっとあるからな。もっと肘を上げて打った方が強いパンチは打てる。お互い距離を潰れちゃってるね。あ、でもその距離をうまくこう小林選手の方が使ってる。その
ね、狭い距離やねよ、短い距離の中でも蹴りを出して、小春はもっと横に、こういう相手には横に動いた方がいいな。正面でちょっと止まりすぎ、横に動いて、まあ、胸パンもいいんだけどもボディも打って中崩してって感じで、そう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 、こんな感じでね動いて、それでパンチだけじゃなくて中を、その内股をね蹴る、小林選手は前に前にタイプか、小春肘をもっとね、左のパンチもっと肘を上げて打った方が力は入りやすいね。で膝、膝に胸のパンチ打ってインローを蹴って、そこからまた胸っていう風にこうつなぐと相手を下がらせやすい。でさらにこう左右に動いてね攻撃していくと、小林選手でもバランスいいよね、小林選手。今の強いパンチの後に細かい技をつないでいくといいよね。小林選手の左右交互蹴りはいいね。下段の左右交互、あ、これこれ。小春の技の方がちょっと印象いいね、パンチ重そうで。ただパンチを打って止まっちゃってるから、もうちょっとこう蹴りもつないだ方がいいな。小春の方がやっぱちょっと印象、この延長戦はねいいかな。技をこうね、しっかりこう強く出してるからね。さあ男子の準決勝、軽量級ね、早水大輝と沢井天心、この2人9月にね1回試合をしてて、その時はね本戦だったかな、沢井選手がねモコミチに勝ってんだよね。結構胸パン、沢井選手ね胸パンパンチがすごい上手で強いパンチを打ってるね。モコミチ結構やっぱ胸パン苦手だからね、それでこう負けちゃって、今回もやっぱ多分ね、やっぱ沢井選手は、まあ、蹴りも含めながらパンチでガン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 来るだろうけど、モコミチはねそれをしっかりしのげて、しのいで攻められるか。今の左右交互蹴りはね、いいね。交互交互交互。後藤優太がね自分の声の真似をしてね、ダブダブってあいつら舐めてんな。おーよーし、もこみちは結構ね以前はね胸パンとかパンチバンバン食られると動きが止まっちゃってね負けてるパターンがすごく多かったんだけども、今回は結構打ち合ってるし、ね、成長してるね。いいじゃん、もこちゃん頑張ってんじゃん。もこ左右交互いい、左右交互いいよ。そう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 、よし。沢井選手のこの内股もいいね。ああこの沢井選手がこうずっとこうサイドにこう回り続けられると、もこみちは多分ねすごくやりづらいだろうね。ただやっぱこう沢井選手もやっぱ疲れてて足が止まっちゃってるから、もこみちにとってはまあやりやすいよねこれは。そう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 、
やっぱ軽量級はね、やっぱ動けないとね、勝てないからね。まあ重量級もだけど、うん、足が止まっちゃうとね、やっぱダメだね。沢井選手の左右交互蹴りもいい。そうそうそう、この膝蹴りの後ね、そっから蹴らん、そっから蹴らん、蹴りが欲しいな。膝蹴って蹴らん、もうこう蹴れ蹴れ蹴れ、くっついても蹴れ。そう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 、いいよいいよ。はい、30、30、30。うん、左右交互蹴ってついて離れ際に打ち込むところね。接戦だねこれ。蹴ったらつく。もうこみちゃんはこれ多分意地だろうね。蹴ったらつく。もう2回連続年下には負けられねえぞっていうね。いやでもこれもこみち強くなったね、うんうん、下がらないしいいんじゃない。おおし、じゃあ軽量級準決勝第2試合、宮川選手と糸谷選手。この糸谷選手の、圧力に対してね、宮川選手がどう対応していくのかと。あと、まあ、宮川選手の上段回しとか蹴れるんでね、糸谷選手結構ガードを下がりがちなんだね、パンチ打つときに。そこをね、カウンターとかでパチンもらっちゃうと一発もあり得るかなって思います。セコンド入って。糸谷選手結構蹴れるんだから、もっとね、普段もっとパンチばっかじゃなくて蹴りもしっかりつないでいけるようにすればね、単発になっちゃって、ね、蹴りだけパンチだけってねなっちゃってるから、しっかり両方しっかりつなげれるようにして、でパンチを押すときほらこういう風にこうパンチだけになっちゃうから、蹴りもうまく混ぜながらねできるように、こう宮川選手こう体さばきでしながら中をしっかり崩して、で宮川選手はこの離れ際に上段回しとかを狙っていけばね、当たる可能性もありますよね。ああ今の惜しいな、パンチばっかりならずに蹴りも、このパンチの打ち合いで結構みんなね打ち合っちゃうんだよね。そうじゃなくて、しっかり中、内股とか蹴っていって崩して、で、またパンチを打ったりとかして、で、横に回ったりとか。若干糸谷選手の方が押してるかな。大場健吾と黒田哲、多分打ち合ったらね、健吾の方がちょっと上かなって思うんだよね。まあ、健吾も上とやってないんだけども、パンチ結構なんか強くなってるよな。哲はね、うまいんだけど、もっと圧力をかけて、やってもいいかもしれないね。このみんなあれだよね、上を振った後技をつながないからもったいないよね。上振って相手がこう少し体勢を崩した後、そのままこう間を空けちゃってるから、そこからのつなぎが欲しいよね。まだ前半戦だからな。この相手がこうパンチでパッて入ってくるときにそこ止まらないで前足を引くとかね、して外しながらで技を返すとか、ケツはもっと技を
外したらすぐ返せていいように。この打ち合いの中でしっかり内股を蹴ってね、この剥ぎ付けて横に回るのはいいんだけども、その後の展開がないな。今のインローはいいね。その後欲しいな。結構単発で終わっちゃったんだよな。鉄はこう相手の蹴りに対して合わせるの上手だよね。その後が欲しいけど、今のインローその後、ただこうインローを単発で蹴ってもね意味ないからね。こうちゃんと意味のある技をしっかり出せるように、全ての技にね意味があるようにしなきゃダメだね。前足でね、相手の奥打ちを蹴るのはあまりおすすめしない。結構すかされることがあるからね。そこで、体勢崩してやられちゃうこともあるから。なんかいまいちこう噛み合ってねえなお互い、もっとこうお互いこう仕掛けてほしいな、変更結構たまに顔面パンチするから気をつけないとね、危ない。これはどっちもどっちだな。判定難しいよねこれじゃね。決め手がないお互いね。これ審判も判定難しいよね。暴れるよね。次は敦樹と平木選手。去年かな、一回試合してんだよね二人は。その時は敦樹が延長戦、再延長行ったのかな。で判定で勝ったんだけども、また今回ね、対戦することになって、お互い階級をね上げてきて、平木選手なんか結構ね、無差別でも試合を何回かやってたし、まあ、慣れてる、体重体重いやつとやるのは慣れてるだろうけど、敦樹はね3週間ぐらい前かな、強化稽古来た時に体重が増えて急に増えたもんだから全然体動かなくてね、結構やられてたね。そこからまあ3週間して、先週か最後の調整の時は、まあ、だいぶでも仕上がってきてる感じがあって、今回試合ね見たけども、まあ結構動けてるね、よく仕上げたなと思って。打ち合うと多分ね、敦樹の方が強いと思うんだよね。そこを平木選手がうまくステップでさばきながら、外しながら、まあ、やっていくかっていうところだよね。敦樹結構、下段を蹴った後下がっちゃうからな。そこを、詰められちゃうとね、後手後手になっちゃう感じがして。前の JKJO の時もね、寺崎選手とやった時も下段単発でね突かされて、そういう展開がずっと多くて結局攻めあぐねてね延長戦で負けちゃったんだけども、あれをもっとね下段からこう攻めていけるようにすればね、もっともっといいんだけど、まあ、本戦引き分けで延長戦に入って、延長戦はねマストシステムだからね、ここ勝負かけなきゃいけないんだけど、結構本戦から平木選手がちょっとね押したりとか、こう今を掴んだりとかしてね、若干こう反則
してるから、まあ、この大会ではあまりこう注意取られないけども、JFKO になってくると結構審判も厳しいからね、反則負けとかになっちゃう可能性もあるから、そこはちょっと気をつけて練習してほしいですね。アツキ結構足腰ってやっぱ強いよね。今のね、下段蹴って膝蹴り、まあ、結構上田美希も得意としてるパターンでね、もうちょっとその膝蹴り、下段から膝蹴りの間にパンチチョーンって入れるとね、相手のガードも下がって上段膝蹴りも入りやすくなる。あのもつれたところでね、アツキ元気だなどうしたんだこれ。結構この大会元気だよね、月。こういう胸をつけて、あのお互い下がらないとよくあるけども、この時はね、前足をパッと引いて同時に突きを出すんだよね。そして中を崩していくと、もっと組み手の幅も広がってくるよね。重量級高校生のユーリとブルガリアのドイチェフ選手は、昨年12月に開催された KWU の80キロ以下だったかなで準優勝してて、まあ、そこそこね、実力はある選手でね、去年は宮原ジョーと初戦で当たって、ジョーがねラスト10秒ぐらいかな、パンチパーってラッシュかけて勝ったんだけども、まあ、内容はほぼ互角だったね。やっぱ外人って結構ね、パンチとか蹴りが硬いんだよね、技が硬い。ドイチェフ選手も結構ね、やっぱ技は一発一発が強い感じがするんだけども、結構ね、今までの試合見てると腹が弱い、二人弱いんだけども、今後ろ蹴り引いたのか、これ有利も結構ね弱いな、二人弱いな、ちょっとまだ高校生だからね、16歳、17歳だからね、これから、まあ、この試合はいい経験になったんじゃないかな。やっぱ一発一発で技もらっちゃうと体ブレちゃうからね、しっかりウエイトやって体作って、ね、数年後またチャンピオン目指して、有利でも根性あるよな。チャンスだな、これチャンス。こういうところで胴回し使っちゃうと流れ止まっちゃうんだよな。もう今の惜しいな。腹切っちゃってるな、これ。軽重量級準決勝第2試合、大石と翔太。まあね、大会前の予想では大石が圧勝するっていうふうに俺もね思ってたんだけども、なんかちょっと調子が悪いのか、体がふわついてて、技に力が入ってないんだよね。まあ、初戦を見た感じだとね、そんな感じで、準決勝でどこまでこうね、開けてくれるか。ショートは結構左の中段回しがね上手で、結構しぶといんだよね、ショート結構打たれて腹とか効いた分、これも今入ってボディ入ったね、効いてるんだけども、そこから粘るんだよね、すごい。前直樹と試合した時も、腹結構効かされたんだけども、それでもこう粘ってたもんね、すごい。結構腹効いてんな。あ、惜しい。胸ついて腹、胸ついて腹。
ね、仕事が忙しいんだけどね、やっぱ頑張ってコツコツやってるからね。やっぱこういう時にこう止まっちゃうとね、足を止めて正面に立っちゃうと本当相手の思うようにやられちゃったら、まあ、こうショートは多分腹効いてるんだけども、足を使ってこう動いてるじゃん。こういう動きはいいよね。とにかく止まっちゃダメだよね。おいし右の内回し、まあ、パワーがもちろんあればね、止まし止めてガン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 打ち合ってるんだけども、右の内回し、そうじゃないとね、やっぱ止まっちゃうと。ここ先輩か、大石はちょっと打ち回し出そうとしてるのかな。これは腹効いたな。ここをこういう時にこうチャンスというか爪をしっかり厳しくいかないと勝機を逃しちゃう場合もあるからね、うん、自分のこの勝負どころをしっかり、試合の流れを見て勝負どころをしっかりね掴んでいかないと勝てる試合も勝てなくなっちゃうからね。そうそうそう、こう横に動いての、横に回ってボディ、横に回ってボディ、特にまあ大石なんか横に動いて胸パンもするし、逆に胸パンがあるからボディも入るっていう。で今度そこからの、ね、横に回って上段でもあるし、お互いだいぶバテてるな。ショートは必ず技をもらって返すからいいよね。ラストかな、ちょっと大石の方が蹴りまで、蹴りまで、蹴りまで、うん、大石蹴りまで、蹴りまで、まだ大石も多分本調子じゃないんだけどね、ちゃんとしっかり5月に向けて仕上げて、そうそう、そのまま、そのまま、頑張ってほしいね。ひざけて前打ち、ひざけて前打ち、ショートまで返してもいいんだよ。つけ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 、はい、判定お願いします。はい、よし、重量級準決勝第1試合、医者ひねり手をレザイエ選手。医者ひねりはね、1回戦まあ、ちょっと様子見っていうか軽くやってたんで、どこまでこう仕上がってるか分かんなかったけどね。レザイア選手は1回戦でジョーに勝ってるからね、このレザイア選手がどこまでこう石ひねりを苦しめられるのかって言ってるそばから結構下段もいい感じでバンバン入ってるよね。まともにこうもらっちゃうとやっぱね効いちゃうよね。これ石ひねりあんまりこう技をつながらないんだけども、左の突きから下段がすごい強烈。あ、これこれこれ、こういう下段、これまともにもらっちゃってると引きますよ、レザイアさん。やっぱ足が効いて、あ、もう効いた、あ、効いちゃったな。これ距離を空けるとだけやっぱね、ひざひねりバンバンいろんな技出してくるんで離れない方がいいよね。で接近戦で横に回って攻撃していくっていうパターンが一番やっぱり石ひねりは苦手なのかな。直樹と前ワンマッチやった時も直樹には徹底してもうね、石ひねりの右足の方に回るように指示してで勝ったんだけど、やっぱ正面に立っちゃうとね、後ろ蹴り、上段回し、後ろ回し蹴り、下段回し、パンチって全部の技もらっちゃうからね。あ、もう腹も効いちゃって怖いな。医者ひねり強い。いや、もうちょっとこうレザイエ選手やってくれると思ったんだけどね、ボコボコにやられちゃってる。
準決勝ね。さあ始まりました、準決勝第2試合、アルトゥール・ティーロフちょ静かにしろ、うるさい。アルトゥール・ティーロフ直樹さんだけど入らないよ。みんな見てるんだぞ、お前みんな見てるんだぞ。え、外人？外人だよ、ロシア人だよ。ロシアか、うるさい、うるさい、うるさい。ちょ静かにしてくれ。詰めろ、いい感じで。アルトゥール・ティーロフ選手はね、6年前 ?7 年前かな、第1回 KWU の世界大会の重量級のチャンピオンで、その当時はね、まあ、今よりも、強くて若干勢いもあったんだけどね、今だいぶもうおとなしいね。昨年2年前のこの大会でもね、小野寺選手に負けてますね。一発一発の技はね、やっぱ体が大きいから重たいんだけども、スピードがないからね、まあ、いくら技がこう重くても当たらなければ意味がないんだよね。何？蹴り強い。誰が？直樹くん。今ハモったね。直樹くん。お前蹴りの強くない？ちょっとうるさい。応援するかさ、なんとかしてくれ。膝蹴り。直樹さん入るよ、膝。あと後ろ足結構嫌がってんな、ティーロフ。この奥足、嫌がってる。20、まとめろ、まとめろ。別に強くねえべ。ゴーゴー。何がゴーゴーなんだ。まとめろ。あ、いい感じ、いい感じ。鼻くそほじんな。終わったよ。終わっちゃった。さあ決勝戦です、成田選手と日崎選手。成田選手は多分、まあ、ガンガン詰めていくんだろうけど、そこを日崎選手がね、フットワークでこういう風に距離を空けて戦って、どう成田選手を崩していくのか、攻略していくのか。まっすぐ下がっちゃうとね、そのままこうまっすぐ、成田選手に壊れちゃうんで、まっすぐは下がらない方がいいよね。まあ、下がるとしても離れ際に、さっきみたいに上段前上げ蹴ってとか、中段上段下段内股ね、蹴ったりして相手が入ってこれないようにして、でまた空間を作っていくという風にやっていかないと、そのまま今日こう距離を潰されてやられちゃう可能性は高いよね。やっぱ今のところそうだね、成田選手がプレッシャーガンガンかけてきてるね。成田選手パンチのモーションが結構大きいから、それにこう合わされて、あの内股とかね、蹴られやすいと思うんだけど、あんまりみんな蹴らないんだよね。さっきあの中野綾乃が結構ね、あの蹴ってたけども、他の選手やっぱ平木選手技が軽いな、ちょっと効いてんな、パンチ結構嫌がってるかな。膝もこう力が入んないね。こういう膝に対してはやっぱ胸パン疲れちゃうと、同時にこう合わせられちゃうとバランス崩しちゃうから、蹴るなら蹴るでしっかり体重ガーン乗せて蹴らないと、自分がこう不利な体勢になっちゃうね。パンチ効いてんな。あー、これ勝ちだ、おめでとう。中量級はマーサとアズの決勝戦。アズが本当ね、なんかこう成長したなーって感じで、マーサはちょっとあんまりこう成長が見られないかなー、まだ。でもまあまだまだ
うん、まだちょっとあっちの方が強いかなっていう感じが予想ねしますね。アズじゃねえや、マーサ、マーサの方がまだちょっと上かな。この膝、そうそうそう、あのサイドに回る相手に対してはやっぱりこう挟んだ方がねいいんだよね。そうそうそう、今みたいに膝左右交互に挟むと相手も結構捉えやすいから効果的。アズの初戦の岡田選手だった時も膝を左右交互に蹴ってたよね。あ、今の膝いいね。アズなんか膝上手になったんじゃない。パンチをもうちょっとこう伸ばして打てるようにすればね、やっぱパンチ胸から入っちゃって打ってるからその分タイムロスっていうか距離が詰まっちゃうんだよね。結構女子なんかすごい多いんだけども、小春もそうだし、マーサもそう、しおりもそうだしね、やっぱ胸張って打っちゃダメだね。そこはちょっとみんな練習してね。戦略的にはね、作戦的にはアズの方がいい感じで戦ってるんだけども、やっぱ回転数とね、前に来るプレッシャーがマーサー強いから、それでこうなんだろう、バランス崩してアズが少し下がってる感じだね。本戦は引き分けで延長に。まアズ結構前蹴りも使えるのかな、これ。集団マシか。この打ち合い、パンチの打ち合いで前足を引いて内股をガツンと蹴って胸をつくようにするといいよね。前足をパッと蹴って入っていく練習もして、うん、横に動くのはいいんだけども、その後技をしっかりつないで、こう横に動いて止まって攻撃しちゃうと、やっぱりこうもうちょっとね、横に動きながら足出して崩して、まあ、技を振ってね、また攻撃していくといいかなって思います。そうそう、今の前足から下段入って、そこからの展開がもっとね動けるようになるとアズはいいよね、うん、お互いこう自分の距離を殺しちゃってるからもったいない。すごくその胸をねつける間合いになる前の攻撃と、そうなった時の後の攻撃もしっかり練習するようにして頑張ってください。ちょっと延長戦はマーサが押し気味かな、まあ、マストシステムだからね。2人ともお疲れさん、頑張った。女子重量級決勝戦、中学3年生、まあ、卒業はしてないのかな、まだ3年生の小春と樋口里乃選手。正直これね、多分小春はすごい苦手なタイプだと思う。身長が大きくて左蹴り蹴るし上も蹴るしね、やっぱなかなか多分ね今まで戦ったことない選手なんじゃないかな、分かんないけどね。小春は自分から仕掛けた方がいいよね、結構待っちゃってるな。この先に相手がこう上段を、ね、蹴ってくる、その前に自分から入って、もしくは正面で待たないで横にこう斜めにずれながら入っていくとかね、そういう風にしないと正面でもらっちゃダメだね。でやっぱ自分の方がリーチが短いから中に入ってしまえば自分の、ね、距離になるんだけども、中に入りすぎちゃってお互い自分のね距離も殺しちゃってるし、もうちょっと離れた間合いでパンチを打って蹴りも出すと、まあ、でもその距離になると膝蹴りが今度来るから
それもしっかり横に動きながらね、さばいて、まあ、相手こうスイッチするんだけども、相手の前足徹底してね、相手の前足、相手の前足っていう風に徹底して回るようにして、そうそうそう、今みたいに自分から入っていく。でこうなった時も横に動いて、そこで膠着しないでね、自分で距離を作っていくようにすると、うん、これやっぱこうちょっと印象悪いね、先にこうバーンもらって間が空いちゃうじゃんね。ほらこういう3連発だ。これで内容はほとんど互角なんだけどね、まだ本戦でしょ、引き分けでもいいけど、まあ、まだ中学3年生だけど、まあすぐ時間なんか過ぎちゃうからね、なんかこれから先頑張って。軽量級決勝戦、糸谷選手とモコミチ、去年の同じ大会でモコミチ確かやってて、3回戦ベスト8かなだったかな確か、で負けちゃってんだよね本戦で。本戦だったかな、延長だったかな。やっぱね、あの糸谷選手の胸パンをもらって完全止まったもんな。だけどまあ最近ね、モコミチも成長してるみたいだし、さっきの準決勝もね、沢井天俊君にリベンジして勝ったからね、そのままの勢いで糸谷君を倒せるかな。だから多分糸谷君も多分ね、モコミチの弱点というかウィークポイントを知ってると思うんだよね。それをやっぱ多分ね、後半まとめてくる可能性高いよね。ここでモコミチは止まらないで先々仕掛けなきゃダメだね。この前足パッと蹴って入っていく、どん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 自分から仕掛けなきゃダメだ。でこう今モコミチがこうパン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 チ打って下がったじゃん、その下がってきて糸谷君がね追ってきた。あと次同じパターンでねやると、また同じように追ってくるんだよ。それをねカウンターで合わせるとか、そういう風にねこう考えなきゃ、パッと考えなきゃダメだね。そう、糸谷君はプレッシャーバンバンかけてくるから、下がり際のやっぱ上段回しとか、ここに回って胸ついて上振るとかさ、で上を散らしといて腹打つとか、あーいい感じ、この膝蹴りいいね。糸谷選手膝蹴りもいいじゃん、いい感じじゃん。これで膝蹴り蹴ってパンチ打って下段蹴ってってやればもうねいいよ。引き分けか。前ちょっといい、前ちょっと、もうちょっとな、その前の段階で今打ち回しを蹴ったけども、その前の段階でもっとこう前足と前足の下段を意識させなきゃ、あれじゃ当たらんわ。もこ横、もこ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 、横に回っていいのけ。顔面パンチ気をつけてね。前足と逆突き。そう、今の空振りしたんだけども避けられたんだけども、その後つなげれるようにしなきゃ。そっかそっか、横に回って、横に回って、膝ちょっと上すぎるな。膝を蹴った後打ちまたとかね。糸谷選手、そうだ、払いよ払いよ払い、そう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 、金的か。自分から自分から、これ膝狙ってきてるんだからもう、あーらしく、ここ止まらないように中を強く蹴らなきゃダメだね。あー糸谷選手もこのままで勝っちゃうな。ここインローまで、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 このパンチのラッシュにさっきみたいな膝を入れてね、あと下段を入れていくともっともっといいよね。ボコ蹴りまで、蹴りまで、パンチの打ち合いで
内股をしっかり蹴れるようにして、インナー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 、インナー強く、インナー強く、糸谷選手の方がいいな。はい、発表お願いします。はい、重量級決勝戦は敦貴と健吾同門対決。もう普段ねもうずっと一緒にやっぱ練習してるから大体手の内はね分かってると思うんだけど、敦貴の技は思い切りがいいよね。2人ともでも中量級に上がって、ね、中量級にはさ、優斗、福地優斗がいるから、まだまだ、これじゃあ勝てんぞ。敦貴、ちょっと下段回してるときに腰が今浮いちゃってたな。やっぱ蹴りを出すときに腰が浮いちゃうと、例えばこう、軸足をね、合わされた時に結構簡単にこうバランス崩しちゃうから、そこはみんなね、気をつけて。今のカウンターっていうか狙いはいいよね。こう同門対決ってやっぱこう結構慎重になりがちっていうか、攻めあぐねる。だけども、お互い結構いい感じでね、バンバンぶち合って、見てる人たちも楽しめるっていうか、いい試合だよね。今大会の中ではベストバウトに入るかな。ちょっと厚木の方が押してるな。これは、引き分けかな、敦貴の方が引き分けか。延長戦はマストシステムだからね、今の流れでいくともう敦貴多分このままいっちゃうね。そこ健吾は分かってるか分かってないか分かんないけども、ここはしっかり勝負しないと、もう自分から攻めていかないと。同じ感じでいっちゃうとね、負けちゃう、これは負けちゃうね。健吾ちょっと疲れたか。健吾なんか技のチラシも良くなったっていうか、ちょっと疲れてんな。技を出した後ね、ちょっとバランス崩す場面がちょっと健吾が多くなってきてる。敦貴の方が技が思いっきり出してて印象はいい。ここ健吾しっかり踏ん張らないとね。ここ頑張って、パンチの打ち合いで中も蹴れるようにして、そうだから前足で相手の奥打ちを蹴っちゃうのはあんまりいけないんだよね。空振りしちゃってバランス崩しちゃうからね。ラストラスト頑張れ。やっぱちょっと厚木の方がいいね。惜しい。軽重量級決勝戦、大石とドイチェフ、普通に行けばね、
全然大石の方が強いと思うんだけども、まだなんか大石が本調子じゃない感じがするから、まあでもいい感じで動いてるね。あとボディをしっかり攻めていって上を振れば、前打ちよ、前打ち、前打ち、前打ちよ。今の惜しいね。だからさっきの打ち回しを蹴る前にもっとこう下を攻めて、下を意識させて上を振ればよかったんだけど、またちょっと出すの早かったかな。あ、これ今顎にもらった、首かな、首にパンチもらって、昨日、まあ、強化稽古あったんだけども、試合の後に大石が首が痛いっつって、そう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 、反応が早いね、返しの反応が早い。よーし、うん、やっぱ大石もだけども、まあ、みんなに言えるんだけども、相手の攻撃こう正面で待っちゃダメだよね。少しでもこうずらしながら、ずれて中に入ったりとかしながらやらないと、やっぱ本当ね、トップの選手たちってもっと全然やっぱ強いし、うん、それじゃ負けちゃうから。おいし、上振ってボディ、上振ってボディ、うん、正面で少しこう体をね切ったりとか使して、その辺なんか結構ユートなんかうまいよね。あまりこうまともに正面でもらわないからね、少しこうずらしたりとかしてるから、そう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 、お下段もいい感じで入ってきてるね、うん、この奥外いいね。奥外前打ち、ドイチェフはあんまりこう武器がない感じがするな。まあ、一発一発の技は重いかもしれないけども、あんまりこう怖い技がない。うん、今の集団突きに対してボディに対して手段を合わせるのもうまいよね。結構大石も疲れてんな、ドイチェフ流れちゃって体がだいぶ疲れてる。今の突きからの引導も、あ、この今の引導ね、いいよね。そうそうそう、ついてしっかり引導を蹴ると、ここ勝負しなきゃ、しっかり膝から引導、膝から引導。やっぱ JFKO とかで勝つためには本当こう爪をしっかり厳しくね、そうそう、リズムいいよ、リズム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 、勝てないからね。おいし、リズム。今の流れはドイツはいいよね。おーし、おいしのパンチと打ち、また20、20、20、20、20、20、最後かな、ラストかな。ついて蹴る、ついて蹴る、蹴りまで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 。ちょっと若干やっぱ大石の押し気味かな、うん、まあ大石かな。はい、判定お願いします。はい、4対1をもちます。ルシア、さあ重量級、今日最後のね試合です。飛車ひねりと直樹の試合、まあ去年ん2年前かなの夏に1回ワンマッチで直樹がかかってるんだけど、ね、さっきの準決勝を見たらちょっとねやべえかも。そう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 、この試合のね少し前にアドバイスして、もう徹底的にもうね飛車ひねりの右足の方に回って内股を蹴って、でボディをついていくと、
あと、射出内で蹴った後の、蹴った後必ず、ちゃんと返す。胸ついて腹、胸ついて腹。徹底して作戦、あの、やるようにっていうふうに作戦して。直樹さん、しっかり胸ついて、直樹。指示して。まあ、いい感じで動いてる、ね。胸を切り、胸を切り。しかし、直樹は、パンチをしっかりと胸つけ。蹴りもなんかな。なんとかならないかな。正面止まらないよ。パンチなんかちょん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 いっちゃって。そう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 。直樹しかしかためて。あ、でも医者ひねりがすごい嫌なタイプだろうね、これね。こういう風にこう動かれると。そう。インロー直樹、直樹もっと強く、直樹インローもっと強くためろ。距離が空いちゃうと本当ね。弾け弾け弾け、直樹弾け、パンチ弾け。中にしっかり入っていって。でもやっぱこう女子みたいにこう胸をつけてね、技を出すんじゃなくて、しっかり自分のこう強い技を出せる距離をしっかり保ちながら、そう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 、今のボディーよ、今のボディー、今のボディーよ、今のボディーよ、そうそうそう、直樹払いよ、払、直樹払いよ、払、払、払、直樹払、このまままとめていけば、そうそう、いい感じだけども、一発だったね、やっぱね、シャヒデリは直樹払いよ、払、直樹払いよ、払、直樹大きい技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 、そのまま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 そ